quality, high aspiration, high anxiety, and high protein program. さて、時間は4時45分になっております。今日はですね、レディオマックス、この時間、とっておきの情報と、ごちそうをですね、持って、ある方が、このサテライトスタジオにお越しいただいております。ご紹介しましょう。旧カムラ大見八幡、高山支配人です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、こんにちは。高山支配人や。高山支配人。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よかったですね、私の休暇村にもいらっしゃいませ。ああ、ぜひ行かせてもらいましゃせ。お待ちしてましゃせ。その時はサービスしてください。いや、ノリノリ支配人、はい、ありがとうございます。実は僕、高山支配人とはもう何度かですね、はいはい、番組でご一緒させていただいているんですけれども、うん、高山支配人、はい、1月は国産鴨鍋、そして先月はですね、近江牛すき焼きと美味しいですね、はい、お土産を持って、うんうんうん、まあ、番組スタイルの方にね、はいはい、お越しいただいていたんですけれども、今日ももうすでにいい匂いが漂っているんですが、そうなんですよ、高山支配人、今日は旧カムラ大見八幡から何を持って、はい、今日はですね、極上の近江牛をお持ちしました、はい、イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。こちらのステーキ風のですね、鉄板焼きになってまして、はい、はい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 、今の県民限定のですね、キャンペーン中の商品の一部をお持ちしました。はい、もうこれは見るからに美味しそうな近江牛。食べたい？当たり前やんか。食べたい？当たり前。もちろんですよ。では高山社員にちょっと。いただいてもよろしいですか？いや、もちろんです。そのためにお持ちしました。いや、ちょっと待って、はい、マックスやったらなんかせえへんかったら食べられへんできない。ない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 。大丈夫な？食べていいの？いいよいいよ。いいんですか？うわ、これは嬉しいやん。で、この特製のね、タレにちょっとつけていただいて。県民限定ということは、滋賀県民の方限定のメニューってことですか？はい、滋賀県民限定の特別価格でですね、うん、この近江牛価格でお召し上がりいただいてるプランなんですよ。はい。じゃあちょっとせっかくですから食べて、その美味しさを滋賀県のリスナーの皆さんにみんな伝えてくださいよ。うん、はい。こちらは認証近江牛といって、うん、はい、はい。A4 等級以上のですね、一番上位の近江牛になります。そもそもまず一口目がもう柔らかい。そうなんだよ。もう柔らかいお肉で、で、うまみがすごい、じゅわっと、ほんまに。はい、じゅわっときます。さすがやわ。いや、しもちゃん、せっかくね、高山さん来てくれてんねんから、そんなね、なんでグルメロケでよう見るようなコメントしか言ってへんやん。美味しいからね。いやいや、もっとね、いいコメント言わん。じゃあ僕ちょっといただきますね。食べてください。うん。ジューシーさげー伝わらへんやんか。伝わらへんやんか、全然それでは。もう、水木なんかは、ただただ美味しくって、ご満悦の表情。うま、やらか。水木は贅沢に、一口でいっちゃいました。いっちゃいました。もう、めっちゃ美味しいです。誰かご飯持ってきてください。出た。なるわ。そう、持ってこなかったんです。もちろん、お肉美味しいんですけど、うん、このタレも美味しいですよね。ね、調理長がですね、秘伝のタレということで、うん、はい、あっさりして、この、近江牛の旨味を、引き立てるタレを仕上げております。だからお肉の味消しちゃうタレってのは結構あるんですよ。でもそのお肉の旨味、うん、美味しさっていうのを引き立てるためにあるタレですから。そうやな、これな、はい、濃すぎひんし全然味が、タレの味が。空間ぐらい行ったらこれが食べれるの、うん、はい、そうなんです。今先ほど申し上げましたですね、県民限定キャンペーン中で、はい、ダブルキャンペーンというのをやってまして、はい、はい、こちらは東館というホテルで、はい、極上の指定席、近江牛懐石についている、うん、鉄板焼きになります。今選べるっておっしゃいましたけれども、はい、ということは他にもメニューあるんですか？はい、他にもご用意してます。はい、はい、この近江牛懐石はローストビーフやそれからすき焼きなんかがついた特別懐石なんですが、はい、同じ価格で、はい、もうすき焼きをがっつり食べたいという方はすき焼きコース、はい、しゃぶしゃぶをあっさり食べたいという方はしゃぶしゃぶコース、はい、これでも食べれる、うん、だからさ、はい、まあええお肉やで、うん、一切れや二切れでは満足できへんよ。これなんコース結構ついてるんですか？はい、もうですからすき焼きもついてますし、うん、それからローストビーフもついてます、うん、はい、それからこの鉄板焼き今食べていただいて、でも肉三昧ですよ。え、もうこれは絶対の、ま、自信があります。満足していただいてます。最高やん。え、はい、じゃあこの今我々がいただいている他にも、はい、しゃぶしゃぶだったりもあるんですよね。しゃぶしゃぶあります。うわー、はい、これはちょっと滋賀県民ならやっぱり食べたいよね、うん、これがもうだからまさに近江牛納得プランと。
そうです、これがまさに納得プランとなってまして、価格も納得していただかないといけないと思いまして、はいはいはい、そこが大事なんですよ、はい、それ大事よ。1泊2食通常はですね、はい、15,740円なんですが、これでも安いよ、はい、安いんです、はい、それぐらいしました、ね、これをですね思い切りましてこう13,500円で、あら、はい、で天然温泉入っていただいて、このお料理食べていただいて、目の前は絶景の琵琶湖のレイクビューですね、ほーわー、はい、これはすごいわ、はい、レイクビューギャーみたいに言うなお前すごい、ギャーみたいにビュー言うな、あまりにも驚きすぎましたすいません。でしかも、はい、前回もちょっとびっくりするようなお話がありましたけれども、はい、そうなんです、これあのチェックインの際にサイコロを転がしていただいて、サイコロ転がす、はい、はい、でゾロ目かける300円を引かせていただいてます、ゾロ目が出れば、いやいやもう例えば6が出れば6かける300円ですから僕は、はい、あ普通に1800円、はあなるほど、ちょっとそのサイコロ自分で持ち込んでいいですか、はい、それはあのすいません、あの点検させてもらって、ああそうですか、はい、高山さんがカリッとかまはるそれも店置いてあるお店っていうか、そのそこに置いてあるサイコロでやらなしゃあないですね、はい、ついこの間までそのサイコロがですねずっと6ばっかり出る、はい、ちょっと確認して、それ従業員にいませんか誰か怪しいでも大体そうですね、皆さんまあでもそういう楽しみもあるってことですよ、はい、ということは最大ね、はい、6出た場合36,800円、さらにこの13,500円から割り引いてもらえるってことですか、そういうことになります、うわってことは11,700円になるんや、はい、しかもね、はい、いろいろと選べる上に割引チャレンジもあって盛りだくさんでしょ、うん、はいはい、そして今東館の話だったんですけれども、うん、西館の方もね、そうなんです、私どものところはあの東館というホテルと西館というホテルがある、両方ともあのレイクビューのホテルなんです、西館はこう近江牛ディナービュッフェ、ほう、まあ、ビュッフェですからこれも食べ放題、ビュッフェまた楽しいんですよね、これがね食べ放題です、もう、はい、炭火焼きの、うん、近江牛の炭火焼き、ビュッフェで、そうです、それからローストビーフ、はあ、はい、それからすき焼き、はあ、これも好きなだけ食べてもらって、ビュッフェですき焼き出るんですか、しかも支配人お肉だけじゃないんですよね、はい、お客様のご要望でお刺身、はい、揚げたての天ぷら、あら、それから、女性お喜びのスイーツコーナー、うん、はい、それからお野菜コーナー、そんなええもんばっかり食べ放題ってなるとこれは高いんじゃないですか、こちらの近江牛ディナービュッフェの方は、はい、お値段の方が、はい、こちらも県民限定でですね、一泊二食、うん、消費税込みで、11,700円。え、安っ。安いよ。サイコロで6出た時の値段ですよ。そういうことです。はい、で、さらにプレゼントで、はい、オリジナルの近江牛カレーを。出た。お土産に。これがまたうまいんですよね、近江牛カレーね。え、このじゃあ、ダブルキャンペーンっていうのはいつまで利用できるんですか、はい、これ4月の6日、もう間もなくなんですけどね、4月の6日までなんです。はい。そうなんです。これは行きたいなぁ。そしてですよ、はい、今日はなんと高山支配人、うん、レディオマックスを聞いていただいているリスナーの皆さんに、はい、その近江牛懐石一泊二食付きリスナープレゼントいただけるんですよね、あ、もうぜひプレゼントをお願いします、マジすごい、はい、これはすごい、皆さんご応募ください、え、これを40名にもらえるんですか、ペア一組なんですけど、あ、そうですか、ペア一組、いやでもこれペアでもすごいよ、そういうこと言うとすごくしょぼく感じるから、うん、プレゼントがこれ超豪華なプレゼントだからね、これそうだよ、いや40名ぐらい、いやいや40人じゃない、めちゃめちゃしょぼく感じんねん、何がいいの、一泊二食一組ですね、そうですそうです、一組、もう大丈夫です、一組400人でしたっけ、シャイニー、なんかありましたら下林、はい、バイトで行かせますんで、あ、ありがとうございます、はい、お待ちしてます、いや待たんといてさあということで、近江牛懐石コース一泊二食付きペアをお一人の方にプレゼントします、希望される皆さんはお名前、郵便番号、住所を添えてメール、さてアットマーク e-radio.co.jp までエントリーしてください、また滋賀県民限定ダブルキャンペーンについて詳しくは旧カムラ近江八幡のホームページぜひご覧いただきたいと思います、高山支配人、お忙しい中どうもありがとうございました。はい、ぜひ皆さん、旧家村大海八幡にいらっしゃいませ。言えてねえ。ありがとうございましたせ。はい、ありがとうございました。